リンゴの絵でしょうか？いいえ、これは図工の絵の具を混ぜて塗る学習です。だから本物そっくりの色でなくていいんです。元になる絵を画用紙いっぱいに描きます。ここではリンゴですが、何を描いても構いません。形が描けたら、大まかに線を描いて区切っていきます。線と線の間に丸や三角、四角など、思いつくままに模様を描いていきます。線描きは5分ぐらいで描ける簡単なものにしましょう。いよいよ絵の具で塗っていきます。まずは基本の色を決めて塗っていきます。チューブから出したままの色が一番鮮やかです。基本色に他の色を少し混ぜて色を変えてみましょう。塗りにくいときは画用紙を回すといいです。濃く塗ったところを水をつけた筆で伸ばすとグラデーションができます。同じ色にしたいところはとびとびに塗っていくと効率よく作業ができます。模様の上を全部同じ色で塗りつぶしても構いません。今度は青も混ぜて塗ってみましょう。混ぜる割合を少しずつ変えると色も微妙に変わってきます。リンゴの軸もパレットに作った色を利用して塗りましょう。色を変えたいときは筆をよく洗うと濁った色になりません。筆の先を使って模様を描いてもいいです。塗りつぶすより早い時もあります。片付けの時間を考えて終了時間を決めておき、時間を確かめながらどんどん描いていきます。最初に塗りつぶしたところも絵の具が乾いた上からなら模様がにじみません。パレットに残っている絵の具を使って濡れてないところをどんどん塗っていきましょう。知っている技法を使って手際よく仕上げていきましょう。残り3分で完成しました。ここで片付けていいのですが、残った絵の具で背景を塗ってみました。色が濃すぎた場合はティッシュなどで押さえて余分な絵の具を取ってください。下絵から始めて30分で完成しました。図工の授業で扱うなら、説明と準備片付けを考えて2時間続きで行うのがいいでしょう。